金景気金景気は、朝鮮民主主義人民共和国の政治家。元朝鮮労働党中央委員会政治局委員、元党頭中央委員会初期局初期。確認されている、最終軍歴は朝鮮人民軍大将。北朝鮮を建国した、金日成の娘であり、第二代最高指導者の金正日の妹、第三代最高指導者、金正恩のおばにあたる。 金日成と金正都の間に生まれる。金正日の同母妹。出生名は、慶子朝鮮独立後、高氏に改める。時系の金一万一が溶接したこともあってか、兄の正日からは溺愛されたと言われている。朝鮮戦争中は、正日とともに、疎開先の中国吉林省の学校に通学した。夫の長生宅とは、金日清総合大学で共に、 経済学を学んだことから知り合った。一時期、父の日生は、蝶の出身成分が低いことから二人の交際に反対し、蝶は慶姫から遠ざけられたが、小日の取りなしなどで結婚した。1987年に、朝鮮労働統計工業部長に就任し、1990年以降は、最高人民会議の大議員に選出されている。 1995年10月に北朝鮮の公式報道に当中央委部長の肩書きで登場して以降同性が伝えられなかったが2009年6月8日に朝鮮中央放送などが金正日の平壌音楽大学への視察に夫と共に同行したことを伝え約13年ぶりに姿を現した2000年代後半から健康状態が悪化した金正日の後継として 金正恩の名前が取り沙汰される中、2010年9月21日には、韓国メディアが慶姫を、小日の後継者候補として最有力であると報じた。その後9月28日に、小日は、西恩と慶姫に、朝鮮人民軍大将の称号を授けた。同日に開催された第3回党代表者会議で、慶姫は、中央委員に選出され、 直後の中央委員会総会で政治局員に選出された。2012年4月11日に開催された第4回党代表者会議では中央委員会初期局初期に選出された。慶姫は2013年9月以降再び同性が途絶えた。同年12月3日に夫の長が逮捕12日に死刑判決を受け即日処刑されたことから ケイ自身についても失脚説や死亡説が長く流れることとなった。蝶の処刑直後から権力闘争の過程で力を失いつつあるという見方が登場したが、蝶の失脚後に死亡した金国体の国葬の葬儀委員にケイは高い序列で名を連ねており政治的地位を保持していることが確認された。また、同月14日、 朝鮮中央放送による金正日追悼大会葬儀委員の序列は6位であった。しかし、同月17日の金日清追悼大会の生中継にその姿が映ることはなかった。2014年1月6日付の朝鮮日報は韓国政府消息筋の話として、蝶の処刑後に自殺もしくは心臓麻痺により死去した可能性があると報じた。また、 後の北朝鮮消息筋の情報では、朝の処刑後に出国しスイスやポーランドに滞在とも、された。2月16日に行われた、金正日の72回目の誕生日行事には姿を、見せなかった。2014年3月11日に発表された第13期最高人民会議、大議員選挙の当選者名簿では、同姓同名の人物の存在から、 前回選挙では2名分掲載されていた、金景気の名前が1名分しか載せられなかったため、削除された方こそが景姫であり、彼女が大議員に再選されず引退もしくは失脚したと分析され、同年4月9日に開催された第13期最高人民会議、第1回会議でも最高幹部が居並ぶひな壇に登場しなかった。その後、2016年1月17日の、 朝鮮中央テレビでもう一方の金景気の姿が大議員として映し出されたことで、景姫が2014年の選挙で再選されていなかったことが確定した。また、2014年2月以降に放送された朝鮮中央テレビの記録映像からも、編集により景姫が映っていた映像が削除されていたため、引退もしくは失脚がより確実視されたが、 同年4月29日の朝鮮中央テレビにおいて、再び、慶姫の姿が映った記録映像が放映されたことで、彼女に関する分析は分かれた。2014年11月に報道された脱北者、金久志公の話によれば、夫である長の処刑の5日後である2013年12月17日、自宅で、服毒自殺を図っているところを発見され、 病院に搬送されたが死亡したとされた。遺書には金正恩を罵倒する言葉が並び立てられていたため、葬儀や報道が行われなかったとのことであった。2015年5月に CNN で報道された北朝鮮の元高官の証言によると、西恩が2014年5月に、ケイ姫の毒殺を命じたとしたが、デイリー NK のピョンヤン内部情報筋と、大韓民国国家情報院は、 毒殺説を否定した。同情報筋によると、ケイヒメは存命であるが、腸の処刑によるショックで、アルコール依存症が悪化し、神経が衰弱していて、かつ治療でモルヒネを大量に使うため、精神的に不安定だという。2016年5月に開催された、朝鮮労働党第7次大会では、党中央委員会政治局、初期局に代わって新設された。 政務局のいずれの名簿にも名前は掲載されなかった。2020年1月25日の朝鮮中央通信により、サンチ地ン劇場で行われた旧正月記念公演を、金正恩李幸主夫妻や金与えただしらとと共に観覧したことが、報じられ、約6年半ぶりに同性が伝えられた。座席序列は、中央の金正恩李幸主夫妻 その右隣の最流回に続く夫妻の左隣であり、与えただしの右隣の位置であったことから、依然として高い序列を維持していることが確認され、夫の調整宅とは長年別居状態にあったとされるが、金正恩の指示により、彼が処刑される直前に離婚したとの報道もある。長年アルコール依存症に陥っているとされたほか、2013年8月より、 深刻な認知症を患っており、人の見分けができない状態とも言われていた。また、夫が処刑されたショックで、心臓発作を起こし危篤状態となり、治療のため海外に出国したという情報もあった。金日成、金正日、金正恩の家系図、ありがとうございます。